かったと思ってます。本当にいろんなことがあったけど、それで全ていい思い出になって、でこうやってね、集まってくれる OB たちがいて、僕は体の養護とかもやらせてもらって、本当に良かったなというふうに感謝しています。まあ、今日はね、クラブはもうこれでちょっと終わりになります。が、まあ、なんかで僕もできることやったら空手を続けていきたいなというふうに思ってますので、君たちも空手というのは何も道場行ってやらないとできないものではない。基本自分の鍛錬です。自分がね、家の中で肩の稽古をする、これも空手やと思います、ね。ですのでそういう気持ちでこれからも君たちが、この空手道具に入ったことで、空手をちょっとでも続けていこうという気持ちを持ってくれたらね、幸いやなと思っています。そして人数少なかったですけれども、本当にお前たち、一生懸命頑張ってね、やってくれた、いい思い出を作ってくれたというふうに感謝しています、ね。これからもね、まあクラブとしては終わりますけれども、いろんな意味でな、みんな俺 の携帯の番号も知ってるし、連絡取れるわけやからね、そういう意味で、ちょこちょことね、会える機会があったらなというふうに思います。で先生も同窓会という組織があってね、学校にね、それの役をやってるの でそこにはまあ俺の教え子とかも何人か入ってるので、先生辞めたらあかんでって言われてるので、まあ2ヶ月に1回ぐらいかな、土曜日の昼午後から会議があるんですけれども、まあそういう時も来ますので、またね、俺の顔見つけたら、声かけてほしいなと思いますしね。君たちが卒業するときには、卒業、ね、試験にぜひとも参加したいというふうに思ってます、ね。なのでこれからも、この関係をね、続けていきたいなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、今日は皆本当にね、 OB の方々どうもありがとう。みんなと、まあ、すごくね、大会に行ったいい思い出もありますし、一生懸命練習をね、様子を、まあ、見るだけだったんですけども、そういう時間をね、一緒に、まあ、共有できて幸せでした。横山先生も今おっしゃったように、まあ、空手っていうのは、まあ、道場行かなくても自分の家でもできるし、こうやってね、どこかで集まってできるっていう競技なので、ぜひね、まあ、学校ではクラブは終わりますけども、またどこかで続けていってもらったらいいかなっていうふうに思いました。横山先生、最後の日にこういうふうにね、 OB の人がたくさん集まってくれて、すごく絆の深い部活動でっていうことをね、改めてね、感じました。みんなも、まあ、せっかくね、こんなふうに4人一緒にやってきたっていうのもありますし、 OB の人もこんなふうに集まってもらったので、こうご縁をね、大切にして、横山先生の2回ですけども、どこかでまた集まる機会があれば、まあ、一緒にね、思い出を語ったりとか ね、どこかで空手の話ができる機会があればいいかなと思います。僕もそこにね、喜んで参加したいと思いますので、ひとまず1年間お疲れ様でした。はい、OB の先生方もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなに偉そうなことは言えないけれども、まあ、最初に、伝承の最初に言ったように、なんていうかな、まあ、横山先生がいてくださって、で自分も空手を通してこう人として成長できたというところもあるし、それは代々、この OB が続いていく中で、君たちも。
っかり多分学べてると思うから、それは1年間であろうが2年間であろうが3年間であろうが、重さっていうのは多分変わらないと思うから、ここから、空手部がなくなってしまうっていうところですごい OB としてはすごい悲しい気持ちでいっぱいやねんけれども、その空手っていうものがずっとなんていうかな、これからのつながり、横山先生とのつながり、この空手部がなくなったからといって、自分自身 の, 横山先生とのつながりを消すつもりはないし、これからもどんどん多分もっとお世話になってくると思うから、君たちも、しっかりとこれから空手部っていうのはなくなるけれども、まあ、横山先生も学校にいらっしゃる機会もあるというところで、これからまた相談があるのであれば、相談したらいいと思うし、ね、でまた今日改めて空手っていうのを久しぶりにやってすごい楽しかった、で君たちもすごい上手くて、僕たちがこう右も左もわからないところで横山先生がこう指導してくださったところから比べたら君たちは相当上手くなってるから、ね、しっかりと自信を持ってる、これから先いろんなことがあると思うけど、ただでも人生まだまだこれからやから、しっかりと今日までの辛かったことであったりしんどかったこと、頑張ったことを糧にこれから精一杯生きていってください。僕からは以上です。練習ありがとうございました。この場を変えて今日もうほんまに遅れて遅刻してすいませんでした。道場でねちょっと練習の方があったんで、で道場を今ねやってて教室4つまで出たんで、もし、空手続けたいなっていう人が何関与してんの？いれば相談してもらえたらな。はい、道場の方で練習できますんで、試合も出れますし、ダンね、みんなも初段までするかな、ショート管理のダンとかだったりとか、初段だけじゃなくてね、一般だったら2段とかね、3段とかまた上がっていけるんで、もしよかったらまた道場に来て、空手やってください。で、まあ、自分もここの高校の空手にで、まあ、部長もやらせてもらって、すごいね、楽しかったし、やっぱりいい思い出になってて、で、まあ、この空手部でやっぱりしんどかったこととか、練習でしんどかったこととか、まあ、逆に、先輩とか、後輩とか、ね、まあ、楽しんでできたこととかが、やっぱりすごい生きる、こう、糧に自分の中でなってで、まあ、今日で一応その空手部はなくなってはしまうんですけど、ここの空手部に所属して練習を頑張ったっていうことを一個の誇りにしてもらえたらなと思ってます。はい、以上です。ですね、ここも、まあ、ほとんど岡崎みたいな部長やったんですけれども、やらせてもらって、で、卒業してからも何回かちょくちょく呼ばれたら顔出させていただいたりしてたんですけれども、やっぱり人ってすごいどんどん忘れていっちゃうんですよね。いいことも楽しいことも悲しいこととかも。で、まあ、僕の場合は大学行ってからは合気道の方をちょっと横山先生からの影響を受けてやってたんですけれども、やっぱりね、こうどんどん時間が経つにつれて
そういう楽しさっていうのも全部忘れていっていっちゃうんですけれども、今回呼んでくださったおかげで空手とは合気道両方とも武道の楽しさとか、そういうところいいところを思い出させていただいて、やっぱりつながりっていうのは大切だなというふうに思いました。そうですね、人っていうのはすごくすぐ忘れていっちゃうものなんで、つながりとか大切にしていってほしいなというふうに思います。じゃあ以上です。僕はもう言いたいことはもうみんな先輩方が言ってくださったみたいな感じなんで、もう別の方法から言っていくと、やっていったこと、今までやってきたことがもうひょんなことから役に立つことが結構あります。例えば礼儀作法でしたり、その努力したその根性、もう足が向けてまで練習したというその負けん気とか、あともうそういういろいろなところがもう社会出てもいろんな面で、あ、そういうことかみたいな感じで繋がってくることが多々あります。もうみんなもういろんなことチャレンジして怖がらずに、もう今も繋がりいっぱいあるんで、それを自分の糧として今これからも頑張っていってください。ここからは以上です。卒業してまあ大体5年。まあ、毎年のように五万先生に呼ばれたりして、まあ、いろいろ見てきて、まあ、みんなも、まあ、最初、まあ、来た時とかやっぱり上手くなったと思うし、まあ、これからもし空手続けていくとしたら、もしかしたら試合であったりするかもしれないし、まあ、その時に僕とか、まあ、続けて、まあ、選手続けてるか分からんけど、に圧倒的にもボコボコにできるようになってもらえたらなと思います。まあ、これから空手したいなとか思ったら、まず小林先輩みたいに指導者っていうよりも、まあ、コーチみたいなことやってるんで、まあ、よかったら長尾にもあるんで、まあ、興味あったら声かけてくれたら嬉しいです。以上です。まあ、僕は最後の代やと思ってて、最後の人やと思ってたんですけど、まあ、君たち後輩たちが入ってみてくれて、まあ僕自身もすごい刺激になったし、その一人で楽しくフラフラ行っとった時よりもやっぱ楽しくはなったと思います。ありがとうございます。で、そのまたこれから空手を続けるかどうかっていう話は、その好きかどうかはまああると思うし、その今何かあって続けられへんとかはやっぱ探して、時間とかも探したら絶対続けることはできると思うし、その嫌いし、もうやりたくないからやめようとかやったら、その、知らん。まあ、続けようと思ったら、どこでも続けられるんで、まあ、自分なりに頑張って探してください。続けようと思うなら、続けたくないなら、それを糧にして進んでください。ちょっとよくわからなくなった、なりましたが、ありがとうございました。そしたら、彼が部長です、今のね。あ、現の部長です。橋本です。そうですね。僕2年しかできなくて、もう1年やりたかったなというのはあるし、僕たちも空手をやろうと思ってきたんですけど、まあ、先生が辞めちゃったことでできなくなったんですけど、先生から教えてもらった礼儀作法を心に刻み、頑張ってきたらなと思ってます。ありがとうございました。じゃあ、琥珀。僕は1年間しかクラブできなかったんですけど、とても濃い1年になりました。試合全部で試合にも出れて、まあ、結果は負けましたが、めちゃいい経験になったので、この経験を糧にして、またこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。あと、いいよ。
合いで全然結果残せなかったんで、これから時間があれば空手は続けていこうかなと思います。ありがとうございます。うん、副部長のパソコンですたった4人しかいないんですけど、試合とか昇級審査を目標に向けて日々練習するのはとても楽しかったし、 OB の先輩たちと練習するのはすごく参考になったり楽しかったり、とても良かったと思います。この経験を生かしてまだ続けるかも続けたと思います。あなたの仕事はい、そしたらね、今最後ちょっと